い、皆さんこんにちは、阿部の生命です。吉野駅、吉岡温泉、まあ、ここを右折ですよ。漆原のしだれ桜、開いてましたね。開いてたけどちょっと狭いな。ここでいいか。三冠風車をね、寝まして、まあ、こちらの一角がね、まあ足湯になってますね。もう前にもね、二度ばかり来てるんですけど、この部分にお湯が張られているのはね、初めてです。じゃあね、早速入ってみましょう。はい、じゃあ早速ね、入ってみましょう。おぉ。まあ、温度的にはね、ちょうどいいですよ。おや？よっ。ないですか？ヘアピンの忘れ物、落とし物ですよ。じゃあまたね、こんな感じです。30分ばかり入っていたいと思います。30分後にお会いしましょう。もうね、まあ、入って15分ほど経ってます。まあこういった感じです。それでね、まあ、今ね、そちらに納品の、まあ、軽が止まってますけど、向こう側にもね、まあ、足湯があるんですよ。ここね、めったにね、お湯が張ってないんでね、まあ、なかなか。でもね、ここのね、最大の難点はですね、まあ、どうしても人通りがありますね。まあ、物産館から来る方とね、まあ、駐車場から来る方。そしてね、まあ、向こうがね、まあ、漆原しだれ桜祭り、まあ、そういった感じなんで、かなり人通りがございます。ではね、あと15分ばかり使ってましょうか。それではね、まだ30分にはなってないんですけど、出ましょうか。まあ、だいぶ赤くなりましたね。
しょ。はい、それではね、吉岡温泉の足湯でした。ご視聴ありがとうございました。